42系電車とは、1933年から1935年にかけて、鉄道省が製造した2、扉クロスシートの休憩電車を便宜的に総称したものである。具体的には、モハ42系、モハ43系、モハユニ44型、サロハ46系、クハ58系、クロハ59系の105両のことである。 1935年から1937年にかけて京阪新地区の急行電車用に製造されたモハ52型を機関とするグループは別項で述べる。なお、講義には上記の52系を統計列の一部として扱う考え方も存在し、実際に統計列と52系はしばしば共通運用された。 第2回エバーグリーン賞受賞車両カテゴリー、テンプレート国鉄42系電車クモハ42、軽車内42系電車は、本系列で唯一東京地区に投入された、モハユニ44型を除き、東海道、採用線系阪神地区に投入された。1934年7月20日、スイタスマ間が、電化開業し、電車の運転が開始されたのに伴い申請。 投入されたものである。東海道、山陽線の関西蓄電各館は、後同年9月に、スマーカシ間1937年には、京都水田間を延伸している。1930年代、阪神間では、阪神電気鉄道本線及び阪神、急行電鉄神戸線が、京阪間では、京阪電気鉄道の京阪本線と新京阪線が、すでに開業していた。 特に阪急や新京阪では強力な1時間定格出力1 5 0ット、あるいは1 7 0ット級の主電動機を装備した優秀な電車が高速運転を行っていた。東海道、山陽線の京阪神間電波はこれらに対抗するため同線での急行電車の運行機とした背景がある。それゆえ本系列は当時としては比較的長距離の運行を想定し、 片側に扉の20メートル級車体にクロスシートを装備した。なお、横須賀専用に製造された32系ではまだ、付随車のみ20メートルで、電動車は17メートルの。しかし、搭載主電動機は、それ以前の40系電車と同じ100キロワットの標準品であり、並行指鉄の同クラスの電車と比べて出力が小さかった。また内装が木製の反抗性であり、 すでに全構成車両も存在した平行施設に比して、やや見劣りする感は免れなかった。当初の歯車比は、モハ三32型と同じく高速型の1、2.26で、駅間距離が長い高速運転に適応させ、加速力は度外視している。電動車の台車は TR25 を、付随車用には TR23 を使用している。 これらはいずれも軸バネ式でホイールベースを除いては類似設計であり、すでに40系電車で採用されていた。本系列は太平洋戦争の勃発により最も大きな変貌を遂げた系列で扉を増設して3扉、4扉となったものがあり、4扉となったものは40系電車の歯車比の大きい低速台車との交換を行っている。戦後は 1950年に東京地区の旧も、派51系のも派41型と交換で横須賀線に転属している。ここでも3扉の70系電車と併用されることから、主電動機交換による出力増強や扉の増設が行われている。1950年代には、区派が静岡鉄道管理局管内の美信線や飯田線に、 転出し、1960年代には、電動車も地方への転出が本格化している。特に、飯田線での長距離運用は著名であった。小野田線に残った、雲葉42001は、1987年の国鉄分割民営化により、西日本旅客鉄道に継承され、最後の営業要求経電車として2003年3月まで運用されたことが特筆される。 車体の基本構成は1932年に登場した32系電車と同様の二扉クロスシートであるが扉両側の窓は32系の 600mm1 枚から 700mm2 枚となって立石スペースが増大されている。また、もはゆに44型を除いて運転台は半出構造の貫通式とされ車両間には貫通ホロが設置されている。 また、1934年製造車は、屋根状の通風機が3列となっている。1933年に13両が製造された、両運転台式の制御電動車である。主に増結用として使用された。定員104名向きであった。側面窓配置は D 1 D 2、D1D212-2D1D D。 雲派4 3 0 1 5 9 3 3年から1934年に37両が製造された型運転台式の制御電動車で本系列で最も多く製造された機関形式である。定員129名。向きは奇数番号車が奇数向き、偶数番号が偶数向きに統一されている。側面窓配置は D1D2122D2。 1937年に急行電車用の43,038から43,041が新たに追加製造されているが、こちらについては別行を参照されたい。1934年に横須賀線のモはユニ30系を機械用に製造された三等郵便荷物合わせ作り車で5両が製造された。本系列唯一の東京地区への配置車である。車体は、 前くらいより、運転台、荷物室、郵便室、三等客室に区分され、定員80名、郵便2トン、荷物3トンである。関西地区配置車が、全面貫通の半室運転台構造であったのに、対し、本形式は必ず編成端に蘇生されることから、全面非貫通の全室運転台となっているのが、特徴である。百三十四年に急行用として両が、 製造された2.3等号作り車である。横須賀専用の32系の同型式車とは、引き通し線の進数、定員が異なるため、46,100から46,103と区分されたが、1936年に横須賀専用の続版に改版された。側面窓配置は、2 d 2 2 2 2 4 2 d に 1933年から1935年に25両が製造された三等制御車で全車が偶数向きである。一般用の42系としては最も長期にわたって製造された形式で最終増備車の58,025は唯一全面が半流線型となった。定員はモハ43型と同じ129名である。側面窓配置は D1D2122D2。1933年制22両のうち、12両は3等付随車のサハ48型として計画されたが、並行施設への対抗のため列車本数を増やすように変更されたため、後日の黒派59型と共に全車が制御車に変更された。 1933年から1934年に21両が製造された2.3等制御車で、全車が奇数向きである。定員は2等32名、3等77名である。窓配置は D1D26222D2。1937年にサロハ46系の改造車4両が追加されている。 急行用の52系電車の増備に伴い、急行に使用していたサロハ46型は普通用となるため1937年に、水田工場において4両の3等室側に、運転台を設置してクロハ59型とした。オリジナルのクロハ59型とは、運転台が全室式である点、オリジナル車に比べ、2等室側の定員が多く、 窓配置は D1D242222D2 で若干異なる。この改造によりサロハ46型は消滅した。1938年11月、急行電車以外の2等車が廃止され、黒葉59型はそのまま2等室を3等室に格下げして使用したが、車体中央部に扉を増設し、区葉68型に形式変更するよう計画された。 計画はされたものの、2年間施行されず、1941年3月から1942年5月までに16両が施行されたにとどまった。この改造により、側面窓配置は D1D24D32D2 となった。これらのその後については、国鉄40系電車、区波68型を区波55型に改造を参照。残りは、 戦時輸送の本格化に伴って座席をロングシートに変更して落成し直接クハ55型となった。1942年11月以降の落成者は戦時輸送のため座席がロングシートに変更されたため給料が直接クハ55型となった。先にクハ68型へ改造されていたグループについても1943年から ロングシートか座席半減が実施され、区波55型に形式変更された。うち59,022については、塚本駅事故後9車になっていたところ、試作的に4扉に改造され、一時的に区波55,106となったが、間もなく、新形式区波85系85,026となった。もは42型は、 1944年3月から42001から42010に対して4扉化及び40系電動車との代車振り替えによる低速化を実施するよう計画されたが、選挙区の悪化により5両が実施されたのにとどまった。残りの3両は、後日の3扉編運転台化が計画されており、2扉高速型の原型も、波42型は消滅することになるため、 形式称号の変更は行われなかった。しかしながらその後の改造計画の頓挫によりモハ四42型には2扉高速型と4扉低速型の2種類が混在することになった。この状態が是正されるのは1953年の形式称号規定改正時である。これにより4扉車は全車新形式のモハ三32型となった。残る3両は 台車の振り替えを実施せずに、三扉化および後くらい、運転台撤去の上もは五十一型に形式変更するよう計画されたが、九百四十四年七月に四万二千十二五万千七十三が実施されたのにとどまった。この車は扉の増設を実施せず、運転台撤去のみを実施して落成したが、九百五十三年の更新修繕通実施によりようやく三。 扉化されているもは43型は1943年、4扉化及び40系との代車振り替えによる低速化が計画され、試作車として43,028に対して施行された。当初は37両全車が対象とされ、もは64型の銅板となる計画であったが、 1944年8月に43004から43017が3扉高速型のモハ51型に変更され、43037、43018から43036、4 3 0 1から4 3 0 3がモハ64型とすることとされた。しかしながら、モハ51経過は試行者が全くないまま、計画中止となり、 は六64型についても13両が施行されたに、とどまった。なお、計画変更前に4扉貸し工済みの車両については、計画変更に伴って改版が実施されている。また、改造の仕様については、種ネの窓割りを大きく変更し1 0 0 0トル幅の扉を増設した車と、窓割りに大きな変更を加えず1 1 0 0ト、mm、ル幅の扉を、 増設した車の2タイプがある。改造の施工は、すべて、追加後期部である。区ハ58型は、全車に対して1944年から扉を2箇所に増設し、4、扉車、区ハ85型に、形式変更するよう計画された。しかし、この形式も改造は全車に及ばず、約半数の13両に対して施行されたにとどまった。 改造仕様について2種類あることも、モハ43型と同様である。区ハ85系の制定に伴い、試作的に改造されていた55,106も85,026に改版されている。また、区ハ85型は、先在廃車となった85,023を除き1949年、80系電車の計画に伴って85型を同系に明け渡すため、 区派79系79,031体に改版されている。詳細については72系電車も参照されたい。第二次世界大戦末期の連合国軍の空襲や非重装車により本系列では11両が被災し廃車となっている。また同時期に事故により6両が廃車となった。これらは一部が70系客車として復旧、復席したほか 私鉄に払い下げられている。その状況は次の通りである。1950年、戦時改造から免れに扉のまま残った42系は、中央線の9も、は51系のもは41型と交換される形で横須賀線に移った。このうちもは43型6両は70系電車と混用されるため、1951年から電動機を MT30 系交換して出力を増強した。これらは800番台に改版されたが、1953年6月の形式称号規定改正によりもは53型となった。43,016、43,800、53,043,017、43,801、53,01、43,018、43,802、 5万3千2 4万3千1 1 5万3千3 4万3千2 0 4万3804、5万3千4 4万3千2 1 4万3805、5万3千5 4万3千1 2 5万3千0 6 951年、ミノ線に配置されていた7両に、トイレが取り付けられた。残る2両は、伊東線に配置されていたためトイレ取り付けは、 ミノブ1転出後の1956年となった。そのため、この2両は1953年の開版の際、区波47型100番内の末尾に置かれている。1953年の称号規定改正による、形式称号の変更は次の通りである。区波47,104千時改造から漏れ、戦災を受けなかった9両が区波47型に編入され、 100番台に不満された。番号の新旧対象は次の通りである。区波58型が偶数向きであったことから、全者が偶数番号に不満されたが、開番時点では、全者が静岡鉄道管理局管内に転属しており、同局の方針により、全者が方向転換して奇数向きとなっていたため、番号と向きとの間に齟齬が生じている。 後年、飯田専用の一部は、雲葉52型と4両編成を組むため、再び偶数向きに方向転換されている。また、58,014と58,016が末尾に、不満されているのは、開湾当時伊藤専用でトイレを装備していなかったためだが、後年設置改造が行われた。雲葉53,000横須賀線への転属後、手電動機を、 協力型に交換した7両が神経式のモハ53型を付与された。番号の新旧対象は次の通りである。概要については前期の通りであるが、これ以外に、第3次急行電車のモハ43型2両がモハ53型に変更されている。4扉化によりモハ64型に改造されたものの、うち、潜在を免れた12両が神経式も、 三31型に解消された。番号の新旧対象は次の通りである。旧番号順に奇数偶数を揃える形で改版されている。5両が改造されたうち繊細を逃れた3両が模三32型となった。番号の新旧対象は次の通りである。区六68,011戦時改造により区五55型に編入されていた。 黒葉59系のグループは戦後に一部がクロスシートを復活し、本改正において区ハ68型に改称された。前者が奇数向きである。番号の新旧対象は次の通りである。この改版の範疇ではないが、1954年度に3両の区ハ55型が区ハ68型に改造されているので合わせて奇数。番号の新旧対象は 次の通りである。1959年の改正により運転台付きの電動車は制御電動車となったため該当車の形式が改められた。また従来形式は数字のみであったが記号と数字を合わせて形式とすることとされた。もは31系ークもは31型も、は32系ークもは32型も、は42系ークもは42型も、 は43系雲葉43系、もはゆに44系雲葉ゆに44型も、は53系雲葉53型雲葉512001963年度、横須賀線に残る雲葉43型、雲葉53型各5両に対し、3扉の70系と根結した際に乗車位置を揃えるため、大船工場で車体中央部に客用扉を増設し、 サントベラに改造した。改造後は、クモハ51系、クモハ50型に改められた。全車が偶数向きで、すべて偶数番号が付与された。42系電車の地方転出にあたり、身ノ線で使用されるものについては、京商建築限界トンネル通過の際の絶縁距離を確保するため、パンタグラフ取付部分の屋根高さを低くする改造を行っている。 雲俳優に44系編集雲俳優に4 4 8 0九2 9 5 6年、横須賀線から、身延線への転出の際に更新修繕2とともに3両が低屋根化された。後年の改造車と異なり、全長にわたって低屋根化され、全面は切り妻となって印象が大きく変わった。この時には、車番の変更は行われず、 1959年12月22日、付け立ちで番号の整理が行われ、雲俳優に4万4800から802に改版された。低屋根改造の際、大糸線に在籍していたため改造を免れた雲俳優に4万4003は、他社と同時に雲俳優に4万4000に改版されたが、1968年の美信先天属時に低屋根改造され、 クモハユに44,803に改版された。こちらは、パンタグラフを後くらいに移してその付近のみ、低屋根化しており、より原型に近い形態を維持していた。クモハ四43系、編集ク千八4 3 8 0百9 6 5年、浜松工場で、ミノブ専用にクモハ四43型産業を低屋根化したものである。前者が、偶数向きで、 偶数番号が付されている。パンタグラフを後くらいに移設してその付近のみ、低屋根化した。半室運転台で運転室の締め切って貫通できる、ことから、主に4両固定編成の中間電動車として、使用された。ミノブ線への62系投入後、52系の雲波43,810、とともに、北松本区に転出している。また、当初は、 パンタグラフの位置はそのままに、運転台側を低屋根化する計画であったようで、その形態の形式図が残されている。クモハ51系、編集1966年、浜松工場で、クモハ51系2両を低屋根化したもので、改造内容は、クモハ43型と同様である。クモハ51系、編集1970年、浜松工場で、 クモハ14型の置き換え用にクモハ51073を改造したもので、元はモハ42系の異端者である。反話戦時代に出力増強されているが、形式の変更はされなかった。1967年、飯田線で使用されていた、旧黒葉59系改造のクハ68系産両に、トイレが取り付けられた。は1968年5月で、400番台が、 付与された。ミノ部線では1981年に、飯田線では1978年と1983年に、新型電車への機械により、廃車された。宇部線、小野田線用として1957年に転属した42001、42005、42006は、小野田線元山市線用としてその後も使用され、42005を除く2両が、 西日本旅客鉄道に承継された。東日本旅客鉄道の雲波12系引退後は、JR 最後の営業要求系電車として、注目されたが、42006は2000年に廃車となり、42001も2003年3月14日の運転を、最後に雲葉123型に置き換えられ、営業運転を退いたが、2020年現在も、車席を有している。 休憩電車の最末期まで国鉄に在籍したため、終戦直後の事故車が2両を小田急電鉄に譲渡されたに過ぎない。これらは1800型に編入され、1958年に車体更新を受け、原型を失っている。新京半鉄道 p 6系用東洋、電気製造 TDK-527A 及び TDK-537A。 阪神急行電鉄 920K 用芝浦製作所 SE-151 ただし阪神急行電鉄神戸線は京阪神急行電鉄時代の1967年に直流 1500V へ昇圧されるまで河川電圧が直流 600V であったためこの電動機は端子電圧 600V 時1時間定格出力 136kW として取り扱われていた 端子電圧 675V 時1時間定格出力 100kW653RPM。端子電圧が終電時の電圧効果を考慮して 675V として設定されているため、端子電圧 750V で換算すると1時間定格出力 111kW となる。例えば、日本初の20メートル級電動車となった大阪鉄道でに500型は、 山岳線区である吉野鉄道への直通運転を前提として設計されたこともあったが、端子電圧 750V 時1時間定格出力 127kW、815rpm のウェスティングハウスエレクトリック車線 WH-586、JP-5 を主電動機としていた。平坦な東海道、山陽本線での運用を前提とすれば、MT15 や、 そのマイナーチェンジモデルの MT16-858RPM の高速回転モデルでも致命的な出力不足ではなかったが、その後 MT15.16 を搭載する20メートル級電動車の一部が主電動機を MT30 に換装した事実が示す通り、これは十分な出力とは言い難い。1933年度製造分の中でロハ59の相棒として、 前頭部にパンタグラフが来る様子を合わせたものとされる。ただし、不思議なことに、パンタは4万2 0 0 00 4 0 0 6のみ、偶数者向きであったと記述された書物もあり、いろんな余地があるかもしれない。同時にもは43028も4扉、改造された。ありがとうございます。